なくなるっていうめちゃめちゃ捨てられちゃいます。動画ミクロのうちにありますね。まさかのいろいろあったという、びっくりしました。そうびっくりです。そう、こんばんは、おありがとうございます。のおやんさん、こんばんは、ありがとうございますありがとうございます。そういえば今日ばあちゃんとご飯作った鶏肉、おしゃれですね。鶏肉のトマト煮なんてもう美味しいじゃないですか。それは絶対。そうで、トランポリンもずっとぴょんぴょんしてて、そうなんかトランポリンのね、色がね、何色買ったのってママに聞いたら、なんかミント色って言われて、えみたいな、ピンクはみたいな、ピンク、なんかすごいここはピンクはって言ったら、なんかその妹が選んだのがそのミントだったみたいで、もうみたいな、もうなんでよピンクじゃなきゃ嫌なのにっていうね。でなんか妹チョコミントが好きなんですよ、アイスクリームで、だから多分ミント色なのかな、あなんかエルサの色みたいな、なんかアナ雪のエルサが好きなんですよ。そう、それの色なのかなミントは。でもいざなんか意外と見てみると、まあ、まだ良かったんですけども、私的にはピンクが良かったんですよ。ショックでした本当に。なんでピンクじゃないのってね、思ってた遊び道具です。ずっとぴょんぴょんしてます。なんかもうトランポリンの上で暮らしてましたよ今日はそうずっとぴょんぴょんしてます。でも私もねちょっと後でぴょんぴょんしようかなって思ってます。こんばんは、製造さん、こんばんは、こんばんは、こんばんはそう、製造さんお久しぶりです。お久しぶりですね。お元気にしてましたか。私は元気です製造さんは元気ですか。危ないからさ、ママがね見てくれてますよちゃんと。今もぴょんぴょんしてるんだと思うんですけどね、多分ずっとぴょんぴょんしてました、さっきも。お、4014人の方ありがとうございます。よかったらコメントとか右上押してください、お願いします。目標2000人なのでお願いします。では酒飲んで、お、ゆっくり飲んでくださいね。シナモンポンポン、マイメロです。もう皆さん私と言ったらね、マイメロっていうね、覚え方をねしてくれたらものすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ミクラ最近続けてありますか。